今の司法はもう全てというわけじゃありませんが、裁判官、検察、弁護士の三者の持たれ合い、慣れ合いによって進められている面が多々あると私は思います。そのことが冤罪を生んでいく一つの大きな意味での温床にもなっておると思います。まあ、そうした中で日弁連がこの問題についてこういう態度を取っていただくことは非常にありがたいことと思います。被疑者本人はもうもちろんそういう状況に陥って、虚偽の供述を捜査官に迎合してやる場合もありますが、もう一つやはり問題なのは参考人ですね。第三者です。目撃者を含めて第三者は自分のことではないからですね、誘導されると簡単に調べ官の調べ同調する供述をします。まあ脅すわけじゃないにしても、もうそういうことを言ってると協力をしないと大変不利益な目に遭うぞということを強く示唆されると、もう第三者である参考人は簡単に迎合していくという傾向があります。私自身が実務の中でそれは何度も何度も経験をしたことでもあります。したがって今の捜査の中で冤罪が起きる可能性が高い、私この状況は可視化制度が広範に取り入れられても変わらない面が多々あると思います、思っております。若干の冤罪が起きても全体としてのもう治安を維持する面においては、みんなの多数の幸せを確保していくためにはやむを得ないと、そういう感じを持っている方もおりますが、これは私は絶対に間違いだと思います。多数の幸せのために一人の者がこの泣くという、しかも命を絶たれるというようなことは絶対にあってはならんことだと思います。ただ今日本の風潮の中で多数のために少数者が犠牲になっても仕方がないんだというような残念な風潮があるわけでありますが、そういう風潮の中で死刑廃止制度が廃止されないということにならなければならないと、私はそのように思っています。私は死刑存続訴訟の立場から質問します。死刑を当然するべきだという立場から質問します。廃止は絶対、それまず一つはですね、死刑廃止はですね反対です。それその点から質問します。それでまず一つはですね、亀井さんのように世の中はそんないい人ばっかりじゃありません。いい人ばっかりじゃない。それはもうね、凶悪犯罪もあるしね、実際にオウム真理教のああいう人たちはですね、無差別にみんな殺してるんです。その時にですね、殺された人たちはですね、結局裁判しかないんですよ。やっぱり複数リベンジは自分たちできないわけですよ。そういう立場からすればですね、死刑を廃止したと、じゃあ被害者の家族と人たちはどうすればいいんですか。殺すことによって法感情を満たす、本当にそうでしょうかですね。やはり遺族の方もそれによってその後のご生活が癒されていくんでしょうか。私はそう単純なものではないと思います。